レジナ・マリア・ピア級装甲艦とは、イタリア海軍が1860年代に建造した装甲艦の艦級である。イタリア海軍では二等装甲上機フリゲートと分類していた。まだ国内の工業力が未発達であったイタリアは、宿敵オーストリア・ハンガリー帝国海軍に対抗すべく、フランスやアメリカに次々と装甲艦を発注しており、1862年に フランスに一挙四隻も発注したのが本級である。本級の武装、装甲配置を示した図。1870年のアンコーナ。カステル・フィダルト。本級の基本構造は、鉄製で三本のマストと一本煙突と水線下に突出した昇格を持つ装甲スクーナーとして、フランスで設計、建造をされた。 船体側面部に 120mm 装甲板が貼られたホグル輪を持ち、20.3cm、鉄生活砲を炭素砲がで、片言2機ずつ、計4機と 16.4cm、鉄製ライフル式炭素砲を、片言11機ずつ、計22機を配置した。春高時には左右方向にしか火力を施行できなかったが、立差海戦以降は戦訓により、 監守備方向に施行できる要原則の一部を凹ませて、異界を広げたり、管備に訪門を開けて法を配置した。本級は船として出来が良く、そのため本級は1888年から1890年にかけて艦姿を一新する規模の近代化改装を受けることができた。旧式の鉄製法は、アームストロング式15.2センチメートル、単装速射砲6機、 12cm 単素砲6機に更新されたほか、外見上の特徴として、船体中央部のマストが撤去され、前後のマストは、ミリタリーマストへと改装された。1862年7月22日に、ラセーのメディテラネ造船所にて、寄港。1863年4月28日浸水。1864年4月17日、浸港。 1904年5月22日解体。1862年7月22日に、ラセーヌメディテラネ造船所にて、寄港。1863年9月12日浸水。1864年11月9日、浸港。1903年8月30日解体。1862年7月27日に、偶安造船所にて、寄港。 1863年8月1日浸水。1864年5月春光、浸航。1910年12月4日解体。1862年8月11日に、宮安造船所にて寄、寄港。1863年10月17日浸水。1866年4月春光、浸航。1903年8月30日解体。ありがとうございます。